カンザスシティの航空写真、上は南、左下を流れる幅の広い川がミズーリ川で、中央に流れているのがカンザス川である。写真のちょうど左半分がミズーリ州側、右半分がカンザス州側にあたる。カンザスシティはアメリカ合衆国カンザス州東部に位置する都市、同州ワイアンドット郡の郡長所在地である。人口は14万5786人で、 州第三の都市である。市は、ミズーリ川とカンザス川の合流点の西、ミズーリ州カンザスシティの西隣に位置する。ミズーリ・カンザス領州の15群にまたがる。カンザスシティ都市圏は203万5334人の人口を抱えている。市は1868年に創設され、1872年に正式な市となった。1997年には、 住民投票により、軍政府と市政府が合併した。カンザスシティは、ミズーリ州側とカンザス州側の2つに分かれている。合流点以東は全て、ミズりリ州となっており、異性では、ミズりリ側以北が、ミズりリ州、以南が、カンザス州となっている。市名から、カンザス州側がメインであると思われがちであるが、実際には、人口が多いのも、超高層ビルが立ち並ぶダウンタウンが、 発展しているのも水売り州側で、カンザス州側は、水売り州側の郊外都市として位置づけられている。そのため、単に、カンザス式といった場合、ほとんどは、水売り州側を指し、カンザス州側を指すことは稀である。水売り州側は、KC も、カンザス州側は、KCK と略される。また単に、KC と略すこともあるが、KC と略した場合、カンザス式都市圏を指すことも、 少なくない。また、ミズーリ州側同様、カンザス州側もハートオブアメリカという別名を持っている。カンザスシティの位置カンザスシティは、北緯39度6分24秒、整形94度40分35秒に一致している。カンザスシティは総面積331.0キロ平方メートルである。このうち321.8キロ平方メートルが、 陸地で9 2トルが水域である。総面積の2.78%が水域となっている。産業もほとんどが水売り州側に集中している。カンザス州側にはゼネラルモーターズのフェアファックス工場があり、シボレーマリブなどの車種を生産している。カンザスシティの名所もまた、そのほとんどが水売り州側に集中している。カンザス州側にある名所には、カンザススピードウェイ。 ローズレールアーチ、コミュニティアメリカボールパーク、カンザスシティメモリアルホールが挙げられる。カンザススピードウェイは一周1.5マイル、15度のバンクを持つオーバルコースのサーキットである。カンザススピードウェイでは、ナスカーやインディのレースが行われる。カンザススピードウェイで行われた初のレースは2001年6月2日に、行われたカンザス100であった。また、カンザスススピードウェイは、カーレースの他にも、 各種のスポーツイベントやコンサートにも使われ、常設ステージも有している。パリのエトワール外線門を模したローズデールアーチは、カンザスシティ出身の第一次世界大戦戦没者の慰霊碑として建てられたものである。コミュニティアメリカボールパークは独立リーグのノーザンリーグに所属するカンザスシティ・ボーンズの本拠地である。収容人数は5768人と公表されているが、 t.e.bones ーーのホームゲームでは7000人の入場者数を記録することもある。同球場の入場者数の最多記録は2003年7月13日に記録した7213人である。カンザスシティメモリアルホールは3500席を有する屋内競技場である。以下にカンザス州カンザスシティにおける1880年から2010年までの人口推移をグラフ及び表で示す。 ありがとうございます。